いやいや、お届けいたしました。ありがとうございました。松田光弘ピアノソロコーナーでございました。素晴らしい、ありがとうございます。はい、では続いてはちょっと私も一曲ソロを演奏させていただこうと思いますが、まあ、口笛一人だとちょっと何も音がないのは少し寂しいので、今日はこのような小さな木の箱を持ってまいりました。これも実は立派な楽器なので、では今からちょっとこの楽器の説明は後にしまして一曲聴いていただこうと思います。口笛といえばこの曲と思われる方も多いと思いますが、口笛吹きと犬という曲です。ありがとうございました。ありがとうございます。音色を聞いていただけば何の楽器か分かったかなと思いますが、これは実は手回しオルゴールと言いまして、まあ、オルゴールの一つなんですが、中にこの機械が入ってまして、一曲一曲紙のカードを変えると違う曲が演奏できるという便利なオルゴールになっております。紙に小さい穴が開いてまして、穴の開いてるところで音が出るんですけど、あのハンドルさえ回せる方なら誰でも演奏できるということで、いいキャッチフレーズで売られていて、私もそれにつられて買ったんですけど、あの全ての楽器に挫折したあなたへということで言ってます。あ、そうそう、回せばね誰でもできるということでですね。じゃあちょっともう一曲オルゴールも使いまして、途中から松田さんにも参加していただいて、口笛はなんせこう両手が空いてるのが一番いいところでもありますので、ちょっとまたこちらに小道具がもう一つありまして、次の曲は演奏しながらここから何か出てまいりますので、そちらの方も見逃さずに楽しんでいただければと思います。それではお聴きください。失礼しました。
ありがとうございました。見えます。